ずはじめに、第10試合クラッシュアンダー63キログラム級タイトルマッチに出場します、まずは赤コーナーチャンピオンチルダロの山崎秀明選手の計量を行います。この試合は 64.09 契約となっております。まず初めに梶原隆二選手の計量から行います。
64.0 クリアです。お願いします。広高選手も 64.0 クリアでクリアしております。それでは両選手今日で、写真撮影をお願いします。あ、前の方でお願いします。お願いします。両選手ともに 64.0 キログラムでクリアしております。それでは続いて第8試合スーパーファイトに出場します。赤コーナーチームドラゴン武尊選手の登場です。
はい、それでは宇多部光也選手の計量です。61.5 クリアです。宇多部光也選手もラスト 61.5 クリアでクリアしております。対しますニュージャパンボクシング連盟から参戦します元帥会所属宮越圭二郎選手の登場です。ありがとうございました。両選手、ジャストでクリアしております。今日と一緒にスーパーファイトの公式計量を終了いたしました。これ以降は通常のワンマッチとなりますので通常形式で行ってまいります。まず第5試合、クラッシュアンダー70キログラムファイトチームドラゴン吉川秀明選手の計量を行います。
17.9 クリアです。大事な数字は新会館鈴木雄三選手の計量です。18.0 クリアです。はい、次の第1試合 59.5 キログラム契約赤コーナーチームドラゴン林翔太選手の計量です。再計量を行います。23選手については、クリアしております。